あなたが先手です。3段の方、対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあ横歩取り、横歩取りか。四間飛車、居飛車で来てくれるんですよね。居飛車ですね。よしよし。さあパンツ脱がしてくれるかどうか、そこが問題なんです。いつも頼みますよ。お、うわー、攻撃力高え。相手の攻撃力が高い。桂馬ピョン、パンツば脱ぐ。さあやっていきましょう。これは4、6五歩を突きたいな。ただこっちから攻める手がなくなるのか。いやでもそれでも6五歩はやっておきたい。でちょっとあの端にいる角をとがめに行こう。でこれ銀出て、で歩をついていく。でどうかな。これ相手困ってるんじゃないかな。困ってないの？困ってないのか。そうか。とりあえず歩打って端を突く。でどうかな。まあ取ると香車走りで角をもらえる形なので、まあどうかなっていう感じですね。で放置すると1四歩、これがまた角が痛いんじゃないかな。まあこれは取っておきましょう。で歩打つとどうなるのかな。あ、桂馬打ちか。あーちょっとやだそれ。ちょっとっていうかだいぶやだ。だいぶイーグルですね。だいぶイーグル知ってる人いないかもしれませんね。あの FF4 に出てくる鳥っぽい敵です。知ってる人いますかこれ。さあやっていきましょう。ちょっと玉の位置が嫌ですね。まああの銀はもうしょうがないですね。なんでちょっと浮いておきましょう。で角はいつでも取れる形なのでほっといてもいい気もするんですよね。いやでも取りましょうか。すぐに方針転換をする。そういうとこほんと。うん、これはまあ同銀と取られるでしょう。取らない。まあこれ引きましょう。左側に行けばまあだいぶ広いのでまあ大丈夫かなと思ってるんですけど、次は33強打ちとしたいですね。これはよくわからないので一回打っておきましょう。1分30秒。まあ、取るんですかね。同飛じゃなければ、こっちに引く馬をなっておきましょう。で、どうかな。ですね、桂馬打ちとかいう手がないですか？ないですか？これ難しいんじゃない？攻めるの。こっちからか。とりあえず銀取り。なので取ってくるでしょう。取ってこない。取ってこない。桂馬打つ。ちょっと筋悪かな。ちょっと筋悪かな、この手。1分。こっちから行くんかな。あー、なるほど。そうか。いやーまずいな。玉が上部に脱出してしまいますね。このままだと非常にまずい展開になってきた。
まあ、角切りを将来したいですね。将来の夢は角切り。これはもう行くか。行っちゃうか。行っちゃえ。うん。で、銀打つ。うわ、行ってえわ、これ。30秒。あ、行った、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 った。これもうちょっと守りましょう。次、角取って、まあ、3三金打ちで抑え込んでどうかな。抑え込んで、まあ、馬引いておいてどうかな。20秒。これは取って、角打って、どないですかって。か、まあ飛車をちょっと撃退しました。でまた抑え込んでどうですかね。これはちょっと寄りましょう。大手ラッシュ来る？違う。これは金打ちから積んでるかな？積んでますね。うん、積みですね。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。なんとかなった。はい、ありがとうございました。あなたが後手です。初段の方、対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、角換わりはしてこなかった。うん、これは右側のパンツでやっていきましょう。さあ、相手が早く攻めてこないことを願うばかり。お願いしますよ。振り飛車穴熊、本当にお願いします。よし、パンツ脱げた。とりあえず脱ごう。パンツば脱ぐ。最近マジで脱げないパンツが脱げなくてしょうがない。やっていきましょう。相手はなんだ。とりあえずやりたいことをやっていくか。うつく、引く。へのちょこ急戦みたいな匂いはしてるけど違うのかな。これは取りたいですね。取ろう。角成りは違う。これ取ると？うん、30秒。取るとムント。わからんな。桂馬で取るとあんまりよろしくないか。銀で取ろう。いててててて。すいません。失礼しました。ですね、ちょっと嫌な手ですね。なるほどな。引くしかないか。引きましょう。銀出てくるってこと？2分。なるほど。これは角打ちがあるぞ。あ、角死ぬってこと？それ。こっち行くか。ちょっと間違えたかもしれん。これは4四歩からどうかな。それは死ぬんじゃないか。銀が一回取りましょう。で、飛車じゃない馬寄っておく。どういくかな。1分30秒。どういくかって言われたら、飛車をちょっと活用していきたいな。うん、お前ってなんかすごいな。指し手が早いのでブチ切れてるのかもしれません。チャリーチかけといて。いや、微妙か、この手。微妙でしたね。こういう手か。まあちょっとずつ駒得していきましょう。
金にリーチかけて、これ取れる、まあ、これも取ります。でリーチかけて、おお、やった、うん、やりました、ありがとうございました。